柏木シティクリッド第29回第3試合目の方をお送りします。使用可能なパックはザ・ユニバース・オブ・トゥモローまでとなっています。左手コーポ・ロキルスさんはウェイランド・ビルディング・ア・ベターワールド、右手ランナー・デントンさんはアナーク・エドワード・キムとなっています。はい、このウェイランドの ID の方は、以前の動画で説明しましたので、今回は省くとして、右側のアナークのエドワード・キムという ID なんですけれども、この ID は一番最初にアクセスしたオペレーションですね、をトラッシュすることができるという、とても変わった ID 能力ですね。まずコーポは R&D にアイスをセットしてクレジット獲得と。ランナーはアクティビストミーティングですね。コーポがアセットなどをですね、レドしたときに、HQ からランダムで1枚カードをトラッシュしなければならないというカレントのイベントカードですね。それからカーティ・ジョーンズで、クレジットを、貯めに行くという形で、とても出だしは好調ですね。コーポとしては、アクティビスト・ミーティングがあるので、ちょっとアセット、アップグレード起きづらいという展開ですね。ここでコーポはビーンストーク・ロイヤリティーズということで、これもトランザクションですね。サブタイプを持つので、クレジットを4クレジット獲得できると。これでかなりクレジットも溜まってですね、ちょっとうっかりランしてもかなり高いアイスを開かれる可能性もあって、ランナーとしてはリーグを揃える方ですね。キャリアフェアからアドジャステッドクロノタイプをインストールして、これで、次ですね、ウィルサイドみたいなカードが来るととても嬉しいなという展開ですね。でここでリストラクチャをプレイして、これでクレジットは6クレジットですね。これもトランザクションですね。でこうなってくると、このデッキはやはりクレジットをたくさん、獲得してるっていうことは、ランナーとしては注意しなければならないのは、シーソース・スコーチド・アースタイプのデッキですね。ここでヘッジファンドということで、クレジットさらに増えまして、気軽にランができないという感じですね。アーカイブでもランをしてしまうと、そのランのせいでシーソースを、受けてしまうということがあるので、ここは、コーポと同じぐらいクレジットを持ってくるか、プラスクリート・カラペイスですね。そういったミートダメージを防ぐタイプのハードウェアですね。そういったものを持ってこれるかっていうところですね。ストリートペドラでカード3枚伏せるという形で、この中にそういったミートダメージを防ぐカードがあると、ちょっとコーポがタグを与えた時にインストールすることで、意表をつけるかなという感じですね。でここでコーポは、ホスタイルテイクオーバーをスコアして、アクティビストミーティングをトラッシュさせることができて、これでようやくアセットとかですね、インストールできるなという形ですね。ランナーとしては、やはりドローを加速するようなカードですね。ちょっと引きたいですね。カーティ・ジョーンズで9クレジットですね、獲得ということで、おそらく何かしらカードインストールする感じですね。ここで R&D にランですね。ここでコポはレゾしないということで、見えたのはアーチャーですね。これはもうホスタイルテイクオーバーがあるので、これはちょっとアーチャーを引かせたくないという形ですかね。インポインストールしてからサイドランということで、インプの効果でトラッシュと。インプですね、このウイルスプログラムは、カウンターが2つ乗った状態で場に出るんですけれども、
ターンに一度だけカウンターを一つ、ウイルスカウンターを一つ消費することで、2位のカードを取らせさせることができるという効果を持っていますね。なので、アセットが多いデッキであるとか、まあ、例えばオペレーションが多いデッキですね。まあ、そういったデッキに対してインプっていうのは、強制トラッシュができるので、結構な対策になると。で、コープはここでリモートにインストールアドバンスアドバンスということで、まあ、守らずにアドバンスしているので、これちょっとランナーとしては、ランに行きづらいという感じですね。クレジットも25クレジットあるので、ここで HQ にランをして、開かれたのはハイブですね。アジェンダポイントの分だけサブルーチが減るっていうんですけれども、まあ、序盤ではとても強いと。で、ここでストリートペドロが出てきたのはモーニングスターですね。はい、バリアをですね、1クレジットで2の数のサブルーチンをブレイクできるという、まあ、穴開くのバリアの突破の最終兵器ですね。まあ、その分クレジットですね、インストールのコストも高いですけれども、まあ、強度が5ですから、まあ、大抵のバリアはですね、1クレジットで突破できると。で、今は悪名があるので、このように連続してランができるので、これはとてもいい展開ですね。ちょっと何かが見えたような感じですね。まあ、オペレーションですとトラッシュできたんですけれども、それ以外のカードだったんでしょうかね。ここで、まあ、ランナーとしては、まあ、やはり守るですね、身を守るカードがないので、あんまり積極的にいってしまうと反撃を食らいかねないって感じですよね。まあ、コーポもアドバンスしたカードはその後、触れない感じなので、まあ、罠だなっていう雰囲気ですね。はい、ここではエドワード・キムの ID 能力でビンストーク・ロイヤリティですね、オペレーションカードをトラッシュと。デッキの内容をですね、ある程度知っていれば、ちょっと攻め方はちょっと変わるんですけれども、例えばですね、このコーポのデッキにはガバメントテイクオーバーが6点アジェンダですね入っているので、まあ、おそらくそれを普通に取ってしまうと、まあ、反撃を受けてしまうだろうと、まあ、そんな感じで読みは働くので、まあ、マルチアクセスですね、1ターンにもう7点取って勝ってしまうというような取り方をするか、まあ、自衛手段ですね、ミートダメージを受けないようなカードをインストールして、もしくはクレジットを高い位置に保ったままですね、ランをかけないと、まあ、序盤であると、まあそうですね、手札の状況もあるので必ずしもそうではないんですけどね。ここで、まあ、リモートにランを仕掛けて開かれたのはスパイダーウェブということで、これはモーニングスターで突破できるんですけれども、アクセスするかどうかですね。アクセスはしません。まあ、こういった感じで、一応アドバンスするカードっていうのはものすごくコーパー取らなくてもいいよっていう、そんな感じなので、アジェンダである可能性はちょっと低いですよね。でも3アドバンスっていうのは意外と難しいところですね。バニティプロジェクトみたいな6、4アジェンダみたいなカードがあるので、これはこれで放置しておくと4点スコアされてしまう可能性も全然あるという感じなので、ここはもうランナーの、まあ、読みですかね。
まあ、4点取られても、まあ、ゲームは終わらないので、まあ、様子を見るっていうのが、まあ、序盤はいいのかなという感じですよね。まあ、ここでもし2点アジェンダを持って、あ、3点ですかね、まあ、計3点持っていってゲームは終わるっていう状況ですと、ダメージ覚悟で、ランをしないといけないという感じですよね。ここでジャクソン・ハワードをインストールして、おそらく手札に溜まっているだろうアジェンダをですね、落としているのかなと、そんな感じですよね。ランナーとしてはまずはクレジットを獲得して、ここでヨグゼロですね、コードゲートを突破できるプログラムですね。今までレゾされなかったので、これはインストールしたところであまり変わらないのかなというところで、画面とテイクオーバーをスティールしてしまいましたね。このターンで7点になればまだ分からないので、連続ランが一番いいとは思いますけれども、ここでドローを選択しましたね。あ、次のカードはアジェンダで出なかったですね。でパニティブカウンターストライクでトレイスを、まあ、クレジットが十分あるので、これはもうランナーは受けるしかありませんね。6点のスティールしていたので、これで6点のダメージでフラットラインと。リモートに置いてあったのも、まあ、アンブッシュということで、ランナーとしてはもうこれは仕方なしという展開でしたね。まあ2枚勝ったね。1回取られたらこっちでどうして止めるつもりだったので。そうですよね。やばいね。